絶好調に髪の毛切りった。めっちゃ男前になった。今日は今何時？ああもうちょっとで5時。今日は夕方です。朝は朝早くからの野球部の試合帯同に行ってたので、はい。何？今さっき帰ってきて髪の毛切りって男前になって。来ました。はい、試合の話は明日の朝しようかと思うので、まあ、とりあえず今日の朝の鴨脇さんのお題は、まあ、これだけは朝バタバタまあいいや明日言おうこれだけはするので、今まで生きてる中で失敗最大の失敗は何ですか。もう最大の失敗は俺の中でもいつも残ってるのが本当に19か18の頃ですね、卒業してすぐ結婚した友達がいて、でもその友達がろくでもない友達で、プータローのまま結婚しましたからね。でもう こんなになんでこいつこんなやつと付き合い、女の子も同級生だったんでね、女の子に、ね、別れればいいやんつって、絶対一緒になっても幸せになれんよとか言いながら、でもその家もまだ結婚続いてますからね。はい。すごいなと思って。で、その子の結婚式の友人スピーチを頼まれて、もうめっちゃ変なこと言ってやろうと思って何も考えずに行ったら、本当に何も喋れなくて、詰まってしまって、で、友達をみんないっぱい出てきてもらって、いやもうあれは本当、今思い出してもなんかもうゾッとするだから、でそれが最大の失敗なんやけど、もうそれはあえていつもそれの話はするのでね、なんか俺の中でいつもする話をなんかいつもしてもだなと思って、それは書かなかったんですけど、本当もうあれだけは本当、であれがあるから講演会とかいろんなことがあってもちゃんと喋らないけんと思って思いますね。でもちゃんと喋らないけんと思うけど、あんまり何も考えてないのは変わってないただ喋るっていうのだけは意識してる。まあいつもね、笑いとポジティブな言霊と、まあまあ栄養ですね、ひとりさんとこサプリですね、の大体3つの話をするので、そんな感じで書いたのは、人生最大の失敗は何ですか。でもその失敗するほど成功に近づいてると思える今日この頃みたいな、本当に失敗すればするほど成功にどんどんその失敗をね、改善して改良旋回してどんどんやっていくと成功に近づいていく。でまあ、ぶっちゃけその失敗があればあるほど後々やっぱ笑えるし、やっぱ面白い人生送ってるんですよね。でその失敗をじゃあわざとしようとかも思わなくても、人間やっぱりやってたら失敗しますもん、俺が失敗しなくても周りが失敗して、その何ちゅうケツ持ちやないけどね、人の失敗のフォローをしたりしてするんでね、もうそれはそれで、なんていうかな、失敗じゃないんやけど、人の失敗に付き合ったりとかね、とか、失敗じゃないんやけど、やっぱうまくいってないことを、ね、もう例えばもう会社のうまくいってないことを改善してやっていくとかいうのも、もう、なんていうの、その失敗とかトラブル、ね、ハプニングとかのもう、フォローですよね。それを やっているだけでも、まあ、めっちゃ楽しい。こんなことが起きた。これはね、つって。ほんで、いつも言うように、別に今、改良旋回、改善って言ったけど、まあ、あんま改善もしてないんですよ。もう、笑って受け入れるだけ。笑って受け入れると、まあ、やれることはやるし、そう、もう無理はしてないんですよね。そうね。
で周りにやってくれる人たちもいるしね。そうだから今本当に失敗しようがトラブルが起きようが何が起きようが笑って受け入れただけでもうことは終わったような気がする、いつも。もう本当にそれは、だからね、この人生最大の失敗は友達の結婚式の友人スピーチで全く何も喋れんやったことやけど、うん、でも失敗するほど成功に近づくし、失敗するほどなんかめっちゃ深い濃い、思い出に残る人生を送っていると思いますね。いっぱい失敗を経験しましょうね。でそれは別に無理して無理なことをしなくても普通に生きてたらうまくいかないことはいっぱい起こるのでそれを笑顔で受け入れてたらいいと思います。なんて書いてるのこれ、いつものことやけど、わからん。まあいいや、もう今日はね、本当ちょっと一日中頑張ったので、あ、違う、これは言わんと、今日ね、結婚記念日なんですよ。で、昨日、お花とね、セブンイレブンのスイーツ三昧、スイーツいっぱい買ってね、嫁さんに、今日は、その試合態度、朝早くから、あってもう何時に帰ってこれるか分からんけ、ね、起きてる時間帯に渡せるか分からんけっつってお花と、うん、スイーツ三昧スイーツをいっぱいあげました。それを載せたら結構ね、最近では久々に70いくついいねがついてますね。だいたいいつもやったらもう10から30ぐらいなんですよ、ようついて30、だいたいもう10前後ぐらいですかね。で、コメントもいっぱいね、もういろんな、鴨明さんのオンラインサロンの人からも来たりとか、いろんなとこ方面からね、おめでとうございますって来てたんで、あーって、ありがたかったですね。はい。そんな感じで、ね、嫁さん30年です。30年。本当に、ちょうど30年ですね。同棲、籍入れてから30年だ。すごいですね。30年ですよ。感動しますね。はあ。10年間は、結構ラブラブで、で、病気してからの10年間はもう本当冷戦ですね。もう本当に、冷戦。縄張り争いだ。縄張り争い。なんかね、戦争ですよ、戦争。で、あとの10年は冷戦。もうなんかね、もう本当に冷めた。でもこの 2,3 年はもう特にみゆちゃんが生まれてからの、もうだからみゆちゃんが8歳やけ8年でも、特にひさぽん一茶くんが生まれたこの2年はもう本当にみゆちゃんが生まれてから嫁さんの笑顔がだいぶ戻ってきたんですよね。でひさぽん一茶くんが生まれてからは嫁さんの言葉が優しくなってきた。でも今、いちかちゃんがね、0歳のいちかちゃんが、いちかちゃんってね、いちかちゃんがおったらもうみんな、いちかちゃん、かわいいちってね、もうその言葉が家の中こだましてるので、まあ、とりあえず、今からまた30年、まあ、金婚式まで20年か、20年、30年、まあ楽しもうかなって、またね、手でもつないで、腕組んで、デートができるようになったらいいかなとか思ってますけどね。はい。そんな感じで、じゃあ、ひとりさんの。はい、今日のひとりさんの言葉は、ずぶとく行こう、負けたらダメだよ。ずぶとく行くと大概のことは負けないもんです。なぜなら、ずぶといやつは負けたことに気づかないからです。そうすると周りの方が嫌になって、なんとなくずぶといやつが勝ったような格好になってしまうからです。だから、ずぶといおばさんは強いのです。あなたはずぶとい神経と優しい笑顔を持っているから、誰にでも好かれます。だから絶対に安心ですよ。ありがとうございます。これ俺のことやね、完璧ね。ずぶとい神経と優しい笑顔です。ね、素晴らしい。
ね、本当いつもどっかからね、ひとりさん見て、言葉をくれるので、あたたたた。よいしょ。そう。ね、失敗をどんどん続けていってもね、本当ずぶとくないとね、落ち込む人は結構いるのでね、失敗するほど成功に近づいてるんです。失敗するほど面白い人生になってるんです。なんかそんなサムネやねん今日、失敗するほど人生って楽しいねみたいなね、失敗するほど成功に近づいてるとかね、はい、そんな感じでいいと思います。じゃあ終わりまひょ。あ、違う、ほうほうははは言ってなかった。昨日、あ、もうこれはもうだ、もう嫁さんとね、とりあえず30年、ね、同棲から入れたら31年、付き合いから入れたら32年、ね、もう30年以上も、一緒にいてくれてね、本当にあなただから、俺のこの波乱万丈な人生に付き合ってくれてるんです、本当。ね、いつも自由に遊ばせてくれてありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ね、嫁さんに、お花とセブンのスイーツをいっぱいあげれてよかったねー。はい、ほっほっはははほっほっはははイエーイ。いいぞいいぞイエーイ。もう一回ぞいいぞイエーイ。よし、大丈夫、手順かよ、大丈夫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 、なんとかなる、手順かよ、なんとかなる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 、ついてる、手順かよ、ついてる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 。オッケー、じゃあね、高評価ボタン、チャンネル登録、体にいい話、メンタルにいい話、栄養の話、笑う話、小説いっぱい見てください、2倍速で見てください。よし、これも写メ撮らなきゃね。じゃあ笑顔作って終わります。今からね、コーヒー屋っていうね、コーヒー屋さんに行ってちょっと夜のラオウとのお風呂デートの前にちょっと喫茶店で癒されます。はい、じゃあ笑顔作って終わりましょう。ついてる笑顔でにゃっプチいいんかな、いいよな。